いつも ADMJTV をご覧いただきましてありがとうございます。お供の稲垣です。そして小林でございます。よろしくお願いいたします。お待たせいたしました。8月のショップチャンネルさんでのオンエアがございまして、はい、オンエアニュースでございます。さて、8月21日土曜日です。はい、12時からと20時からと23時からに出番があるということで、はい、はい、書いてあります。ゴーゴーバリューを、今回は、はい、ADMJ さん、お時間もらえたということで、はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、誰によろしく言ってるんだということで、お客様にですよ、本当ありがとうございます。はい。でね、ちょっと感動しました。はい。モーツァルトがまんま出てきます。で、はい、今回、ちょっと配信を、趣向を変えまして、はい、いっぺんに全部は商品をお話ししません。はい、1回、2回、3回、4回か、3回か、4回か、今、平野ちゃんが迷ってるところなので、あとは彼女の3段次第なんですが、はい、数回に分けて、一つずつの商品を皆様にご覧いただく回を作っていこうということになりました。でね、私がなんでちょっとびっくりしてるかというと、今回はもう本当にありのままのって言い方だったんだけど、よくね、ショップチャンネルさんに出ていくときに、はい、このアイテムで、モーツァルトで皆さんオンラインなどでも、はい、あるいは店頭でもご紹介していた、そんなアイテムを、例えばちょっとシュリンクレザーに変えてお出ししたりとかってことも正直あるんですが、はい、今回もモーツァルトまんまで、はい、この大人気商品を、そのゴーゴーバリューの日のどこかに、まあ、いわゆる言い方としては、バックアップっていう言い方、はい、ちょっとプロっぽく言うと、何のプロかわかんない。言い方は変なんですけど、はい、まあ、GGV 商品とは別に、はい、そのお時間どこかで登場するアイテムとして。そうなんです。この日は私、セレクションで、もうベストセレクション。来たね、はい。気合入ってますよ。夏の女、久美子です。8月21日にかけました。で、このアイテムは、実は、この ADMJ のこのカタログ、シーズンのカタログで、表紙に飾ってしまったがために、はい、もうオフィシャルオンラインストアではすいません。もう完売しております。ないです。物ないです、はい。買えないんです。そうなんです。一色だけ今、あるんですけど、はい、これがオンエアした頃にはあるかどうかも、ちょっとわからないという状況になっております。ということで、はい、それをなんと、もう本当にこのモーツァルトという、今私たちの中では一押しの革を使った、はい、そしてこの大人気の、なんてことでしょう。この組み合わせっていう。このバッグが登場いたします。はい、ちょっと先に私手元でご覧いただく。はい、もう持っちゃいました、これ。はい。それがもう本当に一番人気で、表紙だったので、はい、ダウフィンとセメントとカラメルのトリコロールを使っています。はい。で、この3色のトリコロールカラーなんですけれども、色によって配色部分も、はい、違うので、それぞれのカラーによって、ベストな場所で配色させていただいています。忘れもしません。はい、この新作発表の時に、各商品の商品説明をやってみようということで、はい、私、事前にショールームにお邪魔して、レクチャーを受けたんですけど、はい、もう、ちんぷんかんぷんになってきたのが、このアイテムたちでした。はい、全部並べても、なんだろう、なんか頭が混乱してくるの。はい、で、よくよく見たら、法則がないんですよ。そうなんですよ。本当に、これには、これはここにして、これはして、これはここで、これで。じゃあ、これとこれがそういう風にしてるかっていうと、いや、あれあ、違う。あ、これ、あっていう、言ってる意味わかります？わかりますよね。すごいですよ。一個一個の、そのメインの色に組み合わせてくるものを、はい、どこにどれをどうすれば一番美しく見えるかを、あのアキちゃんが、またとんでもないことでやり、はい、そりゃあ大変ですよ、職人さん。箇所も間違えられないから。そうなんですよ。これ内側はカラーネイビーとイエロー。はい、これ本当内側の色もね。違うので。ストライクです。はい、もうドストライクで。ストライクです。なってます。はい、これが、今、もう本当に、ね、本当もある限りの感じになっています、はい。出てきますよ、ショップチャンネルさんの21日に8月の。これが貴重ですよ、本当に貴重に出てきます、はい、出てきます、はい、真ん中そして、はい、こちらも、マリーのブラックそしてダウフィンのトリコロールなんですけれども、これね、ここの面がブラックなんで、こっちがマリーのね、はい、そうです、そうでね、ブラックマリーのダウフィ ン、はい、マリーのそうダウフィ ン、もういいわ、はい、でも、はい、これ稲垣さんお好きなカラーですよね。お好きなんです。はい、
お好きです。好きなキャラですね。なんだろうね、この安定のマリーノの とブラックの組み合わせが、ここまで、なんだろう、楽しく配色されていて、で、何にでも合わせられちゃうのと、一年中待ててしまうのと、で、今ちょっとご覧の通りに、見ていただいてると、ちょっとこう、くたっと感が出てますでしょ、はい、で、これは実はこれはもう皆様の手元に行くやつではありません。サンプルなので、はい、もう散々いろんなところに貸し出されたりとか、はい、ショールームで撮影されたりとかしていたので、はい、だいぶ味が出てきました。はい、この何とも言えない、感が、これがね、きっとそれぞれの良さになってくるので、もう楽しみにしてください。でもこんなくたっとしてるのに、はい、くたっと立ってるところがもう座れてますよね。寝ないんだよ。そうです、ね。絶対寝ない、はい。寝ないんだけど、この柔らかさは出してくれる。これらの色、お願いします、はい。そちらがセメント。まあ、ADMJ ではセメント、はい、ショップチャンネルではオイスターグレーっていう表記になるかもしれないですね。はい、そして、カラメル。あ、ごめんなさい。カラメル、はい。そして、フォレスト。はい、フォレストですよ。これね、一番渋くてかっこいいですよ。小林さん好きですよね。はい。やっぱり、まだね、ちょっと暑いですけど、はい、暑い、まあ、T シャツにデニムとか、カジュアルな、コーディネートにもかっこいいですし、はいはい、長木さん今日、ちょっとフューシャ系のピンクの、はい、なんか私たちで言うシエナのニット着てますけど、はい、ちょっと久しぶりに着てみました。シエナのニットにも合いますよね、この色。フォレスト。かわいいと思います。そんな感じ。なんで顎が出ますか。こんな感じです。いや、大人っぽくて、かっこいいと思います、かなり。なんか、この他の2色は割とオーセンティックでコンサバティブな、はい、イメージですけれども、はい、フォレストとやっぱりセメントとカラメルって、これ令和じゃなきゃできなかった、ね。上級者かなと思ってたんですけど、いいですね、意外に一番使いやすかったりするんですかね。はい、使いやすかったりすると思います。いや、で、またバッグのサイズも使いやすいという、はい、詳細はまた矢印の下に、記載がされていると思うのでご覧いただきたいんですが、はい、これを、8月21日、12時からなのか、20時なのか、23時なのかがちょっとお伝えはできませんが、はい、これは小林さんでもわからないので、やってまいります、はい。ぜひ、もう今、このカラーは買えません。もう本当に今ここにあるのはサンプルで、あとはこのショップチャンネルさんのお部屋に出てまいります、はい。さあ、そしてこのシリーズからもう一つお願いします、はい。はい。実はまだまだ人気のモーツァルトでもうちょっと入手困難アイテムになっているのが、このミニサイズのモーツァルトでございます。はい。実はもう一色あったんですが、うん。なんと、何？もうサンプルもない。誰買ったの？サンプルを、はい、そうなんですよ、はい。サンプルもなくなってしまいまして、うん、ちょっと放送に支障をいたしております。何だよ、みんな。そして、サンプルは最後も最後にしてくれ。ちょっと、はい、途中になってしまいましたが、いつも ADMJ をご愛用いただきありがとうございます。その物を置いてからご挨拶したいなと思いまして。ですはい、申し訳ございません。礼儀の国でございます。はい、お色の方、こちらが、ブラックマリーのダウフィン。見てください。前と後ろ、2枚の革で構成しております。そしてこの革のテープを使って、このボトムデザインが構成されているんですが、この程よいね、ミニ、まあ、ADMJ のミニトートとちょうど同じぐらいのサイズで、割と最近このサイズ、一番小さいサイズが、とても皆様に好評で、もうね、これ多分ちょっと探してもないですよね。なので、はい、オンエアでゲットしていただくしかないんですけど、モーツァルト、フォレスト、セメント、カラメル。よくないですか、稲垣さん。うん、こうまあ本当に形によって色のなんか今回のトリコロールのテーマっていうのは一緒なんですけど、見え方が全然変わってくる。はい、これしっかりボトムのところにもスカーフからのプリントのトリミングがしてありまして、もう一色もうサンプルがなくなるぐらい人気っていう、実はあまりにも私カタログ撮影をしていた時にこれの横から見たフォルムがあまりにも可愛くて、カメラマンに撮ってもらいました。今、サンプルがないのがこちらの真ん中で、はい、一番可愛いやつがもうないですね。サンプルまでなくなって。これセメント、
ダウフィン、カラメルのトリコロールになってます。はい、中の色は何色だったの？中の色は、あの口元がおそらくネイビーでイエロー系の裏地になってると思うんですが、はい、本当にそんな人気なんですよ。うん、どうしてこれね、多分お客様がもう察知していたのではないかと思うぐらい人気な理由は、このハンドルのところに D 缶がしっかりついてるんですね。ええ、これで、長木さん、ADMJ の、久しぶりにちょっと、はい、ストラップを、ストラップ群が目の前にあるよ。これね、ストラップをつけると、ちょっとその似合わない。いや、似合わない。これね、あの、ボトムデザインお持ちの方は、はい、ぜひ、あの、D 缶のこのハンドルの裏にストラップつけるところがありますので、はい、こうやって隠れてるんですよ。ちょっと見ていただけるかな。ごめんなさい。白眼なので、ね、こちらにこうやって、島田方式、つけることができまして、うんうん。これ、ストラップつけたら別物になるんですよ、また。一気に。もう分かったよ。分かったよ。分かったよ。ちょっと可愛くないですか？いいね。可愛くないですか？上がるよね。いい。そうなんです。これを多分お客様はもうお見通し？そっとに、なんかちょっと、反省だな、私。そうなんです。お客様すごいな。こんな感じで持っていた。いやー、見抜いてた。見抜いて。はい。ね、こんなお手持ちのストラップを、もちろんマレットのこういうストラップもつけて使いやすく、ショルダーにもしていただけるんですけど、そうですね、ADMJ のベーシックなストラップってこれには何をつけようかなと思いながらささっとちょっといろいろ試してみたいので、実際にこれフォレストと合うありがとうございます。つけてもいいですか？いい。ちょっともうね、これね、これってこういうことってショップチャンネルさんのオンエアの時にできる？そんなね、時間がないんですよ。あ、ないんだ。そう、なので今回ショップチャンネルさんのオンエアではできない、こんなコーディネートやあんなコーディネートを、そう時間を分けて。そうだよね、このストラップが販売できないといけないものね、はい、できないもんね。可愛くないですか？どっちまっちゅう？もうね、すごい欲しくなった。ちょっと、さっきのもね、すごくいい、あの、スクエアタイプのタイプですよね。だってこれ、ね、ちゃんと裏もやっぱり配色になっているから、はい、ADMJ らしい配色が、しっかりつけるだけで、かなりのバージョンアップを楽しんでいただける。ちょっと、どうするこれ、モーツァルト。もう多分ね、完売してますよね、この、私の、友人が買ってくださって、バッグより高いストラップっていうふうに、命名したんです。こんなものもつけたら。あ、いい。そう。またちょっとこう、ほら、違う人が持った感じになった。そう。これ、なんか、夏木陽子さんがね、愛用してくださってるストラップで、つけていただいてるんですけど。華やかにしていただいたり。はい。これ、かなりやばくないですか？うん、もう一色あったら、もうぜひやりたいんですけど。ね、その辺のちょっとこう、ヘビちゃんとかはどうなる？いける？いけますよ、もちろん。ヘビ派の方結構いらっしゃるから。はい、来た。はい、オッケー。はい。2本ぐらいつけたくなっちゃいます。どうですか？このカスタマイズ、そうなんです。できちゃうからね。なんで、やっぱりこういうトリコロール、いろいろな色を使っているからこそ、はいはいはい、ADMJ のもしストラップや、もちろんマレットつけていただくだけで、うん、かなりバージョンアップできるという。ああ、ちょっともう楽しい。もうこれ、考えてるだけで。はい。いや、ほんと私、こんなになんか些細なことで、こんなに幸せを感じるように、いつの間にかなったお年になりまして。ニヤッとしません？うん。いいね。なんかもう、そうなんですよ。本当にそういうことを考えてる時間が楽しくなってきた、このなんか。そうなんですよ。幸せって、いろんなところにあったんだな。そう。最近ちょっと読んだ本の おじさんは、はい、自分のために時間を使いなさいっていうのをかっこよく言ってたのを何て言ってたか忘れちゃいましたけど、まあ、人の人生を生きるなと、自分の人生を生きろと言っている方たちもいらっしゃいました。いいですね。はい。そうなんですよね。自分の投資が一番の投資だ。自分への投資が。うんうん、ウォーレン・バフェットも言ってます。はい、自分への投資ですよね。なんか投資できたっていう感じじゃないですか。でもその一つのなんかこう、はい、えいっていう、はい、いいこれっていうのが、
もうね、本当に普通に次の日のお掃除に励めたりとか、はい、家事をするのが嫌な、うん、になくなるとか、旦那さんに優しくできるようになるとか、なんかね、全部に繋がっていくから、うん、すごく大事なんだと思います。なんかこう見た時とこう見た時のね。ね、あ、そうだよね。これ、差も前後ろ違うからね。前後ろ違うので、こう見た時にこう。あっていうね、楽しみ方もストラップをつけるだけでさらになんか3倍ぐらい楽しみ方がこうお客様のおしゃれをこう一緒に楽しんでいただけると思いますので、はい、まあ、GGV のバックアップモーツァルト編でございました、はい、まだまだこの丁寧にバックアップも説明させていただきますので、はい、これが第何弾になるのかちょっと、そうですね、はい、はい、丁寧に説明させていただきますので、引き続きお願いいたします。はい、そして、もう一度、お時間。はい、はい、8月21日土曜日、もちろん GGV なので、これね、本当に何時に出るかまだ、あのバイヤーといろいろやってるんですけど、もめもめしております。はい、まだモーツァルトね。そうですね、でもね、はい、20時。土曜日の20時ってポツンと一軒家とかですか、もしかしたら。なんだろう、私土曜日の20時って何見てるかな、はい、で23時はね、もうね、あのあれだと思いますが、21日、12時、20時、23時、ぜひこんなのコーディネートができるバッグがあの数少ないだけ寄付しておりますので、はい、ぜひ、ご覧いただけたらと思います。はい、それでは今日もご視聴ありがとうございました。